presented by Lexus. そんなにきれいに掃除したりとか剥がしすぎたりしないように、そこから建築家の荒井君と話して。日本人でお正月を迎えて、気持ちも人によっては身なりも新しく更新するっていう気持ちがあるったりするじゃないですか。日本人ちょっと前までは日本人ってすぐ土地買ったら前の建物壊して使えるのに建て替えてっていうスクラップアンドビルドを否定されてるような動きありましたけど、肯定的に捉えてみるとそれはそれでなんか東京らしさというか日本らしさというか、ここしかないかなっていうぐらいの本当ベストロケーションかなと思ったので、ポテンシャルを最大限引き出すどういうことをやるかっていうことが最初のモチベーションになったっていうところがありますね。あくまでもやっぱ駐車場の一部というふうな捉え方で作ってます。ほとんどの材料が仮設材で作っていくっていう。原宿にあったカフェドロペを復活させるっていうことももう一個の命題としてあったっていうところ。来るたびになんとなく変わってるっていうのも東京ならではの顔とかも含めてどういう変化するかっていうのは楽しみです。